米大リーグなリリーーーグ優勝決定シリーズ第6戦ドジャース10から5メッツ20日、米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャース・スタジアム動画大谷翔平山本義信もドンチャン騒ぎのシャンパンファイトドジャース大谷翔平投手30が20日日本時間21日3勝2敗と王手をかけて迎えたリーグ優勝決定シリーズ第6戦の本拠地 メッツ戦に1番・指名打者デスタメン出場。ドジャースは勝って4勝2敗とし、20年以来4年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ突破。リーグ優勝・ヤンキースとのワールドシリーズ進出、日本時間26日開幕を決めた。ワールドシリーズの対戦相手は、ガーディアンズとのリーグ優勝決定シリーズを4勝1敗で制したヤンキース。 メッツとのリーグ優勝決定シリーズに続いてアメリカの2大都市ニューヨークとロサンゼルスに本拠地を置く人気球団同士の対戦は1981年以来で大きな注目を集めることになりそうだ。ヤンキースはメジャーを代表するジャッジ、スタントン、ソトラ強打者を揃えるスター軍団。投手にもコール、ロドンだ実績ある選手が名を連ね、大谷 VS ジャッジ。 の本類打王対決にも注目が集まることになりそうだ。打線の中心は3番に座るジャッジ。レギュラーシーズンでは、大谷を58本塁打、144打点、打率3割2分2厘と全部門で上回り、本塁打と打点の二冠王に輝いた。スポーツ記録を扱うオプタスタッツは、MLB 史上初めて、 レギュラーシーズンで50本塁打を打った打者がワールドシリーズで対戦すると X にポストした。今季54本の大谷と58本のジャッジは、両者ともワールドシリーズ初出場。またドジャースとヤンキースの顔合わせはワールドシリーズ12度目。初の世界一に輝くのは大谷か、ジャッジか。